うん、ちょうど会いたい。まあ俺らも友達だよな。恨みっこなしだろ。君を爆破しそうになったのも過去の話。今は未来に目を向けないと。未来といえば君の行く先に軍事用トラックが見える。特殊弾とか特殊兵器とか特別感満載のやつだ。フィリーにとってはどれも必要。俺は先を見据えて考えるタイプでね、モンテロの武器の火力を底上げするための計画があるんだ。そのためにもそのトラックがいる。オカソマリーナで積み込み中のトラックを俺のとこまで持ってきてくれ。計画に欠かせないんだ。頼んだぞ。トラックを俺のところまで持ってきてくれ。手伝ってくれると嬉しいんだけど。
準備はいいか？いて、大丈夫、敵じゃない。行くぞ。よろしく頼むよ。ほら。落ち着け。ゆっくりだ。ゆっくりだ。フィリー、マリーナに着いた。いいか、何があってもあの子をぶつけるなよ。はあ、トラックを傷つけるなってことだ。車の中に赤ちゃんのフィリーが乗ってると思え。赤ちゃんフィリーね、分かった。赤ちゃんフィリーを泣かせるなよ。トラックを無事に持ってこい、頼んだぞ。
フィリーの言ってた通りだ。動物が逃げ出したら大惨事になりそうだな。まずい。シャンパン、歩いて。
フェリー、トラックを盗んだ。今から向かう。やったな。まっすぐ俺のところに来い。だが尾行されるなよ。真夜中の猫のように静かに滑らかにセクシーにだ。にゃん。はい、どっちかというと犬派なんだ。じゃあチョリソーみたいに勢いよく来い。ラジオベルダード捕虜か。やって、ヒーローのお帰りで。ラム酒で出迎えは。いいさ。何してる？
フィリーマジックだ。梱包材のために死にかけたのかよ。違う違う違う、ホワイトゴールド激レアだ。ド派手に燃えるんだぜ。何でも使い道がある。君にもね。Yeah.